紹介しましょう。まずチャンピオンです。チャンピオンはバルセロナオリンピックアメリカのメダリストの一人です。アメリカ3人のメダリストの一人です。ティム・オースティンです。ホームタウンはアメリカ・オハイオ州シンシナティ。年齢は27歳です。アマチュア時代から頭角を現し、92年バルセロナオリンピックフライ級で銅メダルを獲得後、93年にジョイ・ロペスに1回 KO 勝ちでプロデビューしています。97年プロ17戦目の初の世界戦で、これまで無敗のムブレロボティーレに8回 TKO 勝ちし、 IBF 世界バンタム級タイトルを取りました。現在6連続 KO 勝ちのオースティン、今日はどんな試合を見せてくれるんでしょうか。戦績は18戦17勝1引き分け、17勝のうち16の KO 勝ちがあります。そして挑戦者は果敢に前進する思い切りのいいファイターです。アンドリアン・カスパリ。ホームタウンはインドネシアのスラバヤ。年齢は25歳です。93年にラータンに2回 KO 勝ちでプロデビュー。その後インドネシアを拠点に連勝を続けまして、96年にアレックス・ティラノフに3回 TKO 勝ちし、クーイの IBF インターコンチネンタルバンタム級タイトルを取り、これを2度防衛しています。今回がアメリカに乗り込んで初の世界戦となります。戦績は9戦全勝、すべて KO 勝ちしています。はい、元メダリストのチャンピオンに前戦 KO 勝ちのカスパリが挑みます。はい、ということですけど、浜さん、はい、ティム・オースティンという選手もこれ注目の選手ですね。この選手は本当に上手くてパンチがある選手ですね、はい、だからこの選手に勝てる選手というなると、パンチがなければ勝てないですね。今日の選手はパンチありますか。そうですか、はい。小泉さんはどの辺に注目されますか。オースティン対カスパリですが、まあ、このカスパリっていうのはですね、プロ4戦目でですね、IBF のインターコンティネンタルタイトルを取ってるんですね。まあ、アマチュアの経験があったんでしょうけれど、はい、まあ、東洋人特有でやや体は硬いんですけど、パンチはありそうですね。まあ、9戦全勝全 KO ですから、はい、一発当たるとティム・オースティンもですね、どうなるか、そういう興味ありますね。はい、インドネシアのチャンピオン誕生になるかというところですね。はい、早速ご覧いただきましょう。この試合は5月30日、アメリカネバダ州ラスベガスヒルトンホテルで行われました一戦です。どうぞ。Hilton here in Las Vegas, Nevada, as we present a big night of action coming away. It's all brought to you by Don King Productions in association with the Las Vegas Hilton and Budweiser, the undisputed, undefeated king of beers. This world championship bout coming away is sanctioned by the International Boxing Federation, the President Robert Lee Sr., Supervisor Robert Lee Jr., in conjunction with the Nevada State Athletic Commission. The chairman is Dr. Elias Ghanem, Executive Director Mark Ratner. Introducing to you our judges scoring this bout from ringside, Bill Graham, Jacob Limihelu, and Dave Moretti. Now introducing to you our referee in charge of this bout. He'll be giving instructions after the introductions, Mills Lane. All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing for the IBF Bantamweight Championship of the World. Introducing to you first the challenger on my right, fighting out of the blue corner, wearing green trunks with gold trim, hailing from and representing his home of Surabaya, Indonesia. He weighed in at a trim and ready 117 pounds. He is undefeated with 9 wins, no losses, all 9 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the IBF number one ranked bantamweight contender in the world. Here is the undefeated Andrian Kaspari. プロ10戦目にして世界初挑戦です。アンドリアン・カスパリ。The ring, the defending world champion. On my left, fighting out of the red corner, wearing red trunks with white trim, hailing from Cincinnati, Ohio. He weighed in the bantamweight limit 118 pounds. He also is undefeated in his campaign to the ring with 17 wins, no losses, one draw with 16 wins coming by way of knockout. Tonight, he is making the second defense of his title. Please welcome the undefeated IBF bantamweight champion of the world, known as the Cincinnati Kid, introducing Tim Austin. 2度目の防衛戦です。チャンピオンのティム・オースティン。
IBF 世界バンタム級のタイトルマッチです。まあ、ニックネームがですねシンシナティキッドっていうんですね、はい、昔あのスティーブ・マッキンの映画がありましたけどもね、はいはい、両者が顔を合わせました。レフェリーはビル・ツレインです。無敗対決。We went through all the instructions. I expect a tough, clean fight. Protect yourself at all times. Any questions from the challengers? The champion. Let's get it on. さあ気合が入りました。浜田さん、はい、試合前の注目のポイントを教えてください。まずチャンピオンティム・オースティンの右のリードジャブ、長い距離からストレートを打つんですね、はい、そのストレートをくぐり抜けてカスパリのパン強いパンチが入れ切れれば面白いですね。ほうほう。さあどういった展開になりますか。 IBF 世界バンタム級のタイトルマッチはラスベガスヒルトンホテルで行われます。ランキングが1位、指名試合です。まず出てきました赤のトランクスチャンピオンです、ティム・オースティン。左長いストレートです。距離が長いんですね、この選手は、リーチが183センチあります。ティム・オースティン、おっと左コンタンになります。出ていこうというところ、さあ攻め込んできます。早くまた1ラウンドからラッシュをかけます。挑戦者はランキング1位アンドリアン・カスパリです。インドネシアのチャンピオン誕生になるかという瞬間、以前にもジュニアバンタム級、まあ、現在スーパーフライ級と言っていますが、エディ・ピカルという選手がいました、この選手が世界王者になっていますが、それに次ぐチャンピオン誕生になるかという瞬間見られるかもしれません。ティム・オースティンもっと慎重に行くのかなと思いましたけど、ノックアウトを狙ってますね。右当たります。左の背を取っていきました。この当たりが長いんですね、ワンツー左を返しました。インサイドが入ります。ガードの間をちょうどくぐり抜けていきます。ボディブロー、攻め込んでいくんですがバックステップ距離を置かれました。挑戦者のアンドリアン・カスパリ。浜さん、これ実際に対戦してみますとこのリーチの長さはかなり脅威になりましょうね。自分が届かない距離でどうやって打とうかなと考えている最中に相手のパンチがどんどん届いてきますからね、だから考えている暇がないという状態で相手のパンチが飛んでくるんですね。そうでしょうね。今パンチを出しながら追いかけたんですが一発も当たりませんでした。カスパリ入っています。ブロックされました。バルセロナオリンピックのフライ級の銅メダリストティム・オースティン、この試合がプロ19戦目になります。現在27歳。おっと左入った、右返します。挑戦者カスパリ、さあ入れ込んできます。挑戦者カスパリパンチありますね、パンチありますよ。この選手はチャンピオンオースティン、動きが止まりましたがまたコーナーです。いいパンチが入りました。カスパリ、おお、ワンツー、右ダブルで返してきました。今度ボディブロー、これ合わせるようにしてカスパリも打ち返してきます。カスパリも浜さん距離が合いますといいパンチを出してきますね。ちょっと離れた距離で、はい、パンチ食ってるところがあるんですけどね、そこをもっと工夫しなきゃいけないんですね。入った時にはいいパンチ打ってますよ。オースティンの長いリーチをくぐり抜けて入っていくのも難しい技ですけどね。カスパリはプロ10戦目になります。10戦目にしてこの世界初挑戦、まあ、一時はこのインドネシアのボクシング事情というなかなか伝わってこないという面もありまして、実力がベールに包まれておりましたこのアンドリアン・カスパリであります。まもなく第1ラウンド終了のゴング。ストレート、はい、ガードのど真ん中を左ストレートで打ってます ね。第1ラウンド終了です。第1ラウンドはチャンピオンオースティンの10対9ですね、はい、まずいつものようにですね採点基準申し上げたいと思うんですけど、まず有効なクリーンヒットですね、そして構成、防御技術、リングジェネラルシップといいますか、これ、まあ、戦略に基づくペース試合ですね、はい、でダウン1度あると10対8、ダウン2度あると10対7、そういうことでですね、できるだけ僅差のラウンドもその10対10つけずに10対9振り分けようというのは世界的な傾向です、はい、IBF 世界バンタム級のタイトルマッチ第2ラウンドです。まあ、1ラウンド目クリーンヒット自身はオースティンの方が多かったですよね、はい、そのパンチの有効度もそのやはりオースティンが上ですね。今いい右アッパー打ちました ね、距離を置きましたティム・オースティン。
非常にあの安定感のありました南アフリカのムブレロ・ボティーレを下しましてチャンピオンになったこのティム・オースチン、まあ、ボティーレとの試合の時はもっと慎重でしたけどね。はい、そうでしたね。やっぱりあのボティーレパンチあるということも頭に入れていたんでしょうね。ちょうどボティーレの6度目の防衛戦だったんですがボティーレは失敗でした。このオースチンが代わりにチャンピオンになっています。この音ティム・オースチンは小泉さんドンキング参加なんです。オート左、そうなんですね。マネージャーにドンキングの息子さんのカールキングがついています。この辺はブロックしています。ティム・オースチン赤のトランクス、おっと下がりながら、ま、今マスピース落ちましたね。下がりながらでも右を打ちながら下がってますから、はい、相手とすればこの人は入れないですね。今強引に行こうというところですがサバカルカス、あの強引に行くというのは一つの方法でもありますよ、はい、今マウスピースを拾いましたミルズレインコーナーに戻りましてそれを入れ直します。ラインラウンドちょうど半ばです。この辺りどんどん出ていきます。第1ラウンドと違うところです。また受けます。あの今走って打っているような状態ですから、ええ、これぐらい強引に前に出ないとオースティンの懐の深さは破れないでしょう。おそらくこれはもうセコンドの指示なんでしょうね。まあそうでしょうね、ええ、一発アッパーを見せましたティム・オースティン。もともとボクシングの距離が違いますからね。そうですね、これセンチでリーチのですね差はもう12センチありますからね。あーっと左、ちょっと挑戦者バランスが悪いですね。まあサシポのチャンピオンに回されてるせいもあるんですけどね。はい、回されるというのはですね右フックちょっと頭に巻いてですね相手そのよろめかせるんですね、はい、もうそれはサシポのテクニックなんですけどね。また出ていきますリブ・オースティン。これが2度目の防衛戦、右が長いですね。そうですね、おっと左、今のシャープですね、右ばかり気を取られているとこの左がシャープに飛んできます。実際の最初の右がどんどん飛んでくるんでそれに気を取られてしまうの仕方ないんです ね。初防衛戦が3ヶ月前でしたティム・オースチン、3ヶ月のインターバルが入っています。ポール・ロイドを2ラウンド TKO に下しましたこのティム・オースチン。第2ラウンド終了しています。いかがでしょう。まあ、2ラウンド目もですね有効なクリーンヒットはそのティム・オースチンチャンピオンの方が上だったんですね。ラスベガスに UK が訪れています。10対9です。はい、今なんかもう相手が打ってくるところバックステップしてすぐ左ストレート打つところなんか相手の突進を必ず止める落ちにしますね。まあ、このティム・オースチンですね、はい、92年のバルセロナオリンピックでですね、まあ、フライ級で出場してるんですね、はい、でこの時のその金メダル取ったのがですね、まあ、日本にも来たことある北朝鮮のチェ・チュルスなんです、まあ、ベスト4準決勝でですね9番のですねラウル・ゴンサレスにこのティム・オースチン負けてるんですよね。あ、そうですか。だから当時はフライ級だったわけですよね。さあ第3ラウンドです。このバルセロナ出場組の中ではその中でチャンピオンになったのは4人目ということになります。ティム・オースチン、まあ、アマチュアのレコードもいいんですよね、はい、122戦ですね、113勝9敗です。はあ、素晴らしい成績を収めましてこのプロに入りましてまだこれが19戦目というティム・オースチン2度目の防衛戦です。しっかりと左のグローブをこの頬につけていますティム・オースチン。その左を出していきました。ロープの反動を利用した格好で出ていきましたがリングの中央です。止められてしまいます挑戦者アンドレアン・カスパリ。おーっとっと、グローブ上げました。ワンツーインサイドから打ちます。ボディを払いに来ました。カスパリあの打たれてはいますけどパンチありますよこのイメージは、何しろここまで9戦全勝すべてノックアウトで勝ちを収めてまいりました。出世街道まっしぐらという感じでここまで来たんですが初防衛戦相手がこのティム・オースチン、ここまでちょっと苦戦しています。チャンピオンのオースティン時々あの左がオーブになることありますからね、はい、あの右のショートから左フックですね、カスパリも釣られてオーブにしないでですねインサイドから右のショート左フック、このコンビネーションが当てると、ああちょっと効きましたね今のボディ。ああ動きが止まりました止まりました。カスパリ全身の動きが止まりました。入っていくところまたカウンターでボディを打たれます。右を使います。
そしてチャンピオンがまた長い右を使いまして距離を置きます。入っていこうという、おお左当たったか、ナイスカウンター、ダウンです。小さく右から左下がってすぐ打ちましたね。あ、効いてますね。効いてます。これはダメでしょう。あ、止めました。レフェリーミルゼインも止めました。素晴らしいタイミングで右から左フォローしていきました。トレーナーのアーロン・スノーウェル、祝福のためにリング上に上がりました。いや、最後浜田素晴らしい詰めでしたね。本当一瞬のタイミングですよね、この辺はかわされています。ちょっと下がって、ストレート、一瞬両足が浮きましたね。あ、一回転しましたよね。ここから下がってこれですね。抜群なタイミングですね。今なんかまさに相手の力を利用したパンチと言っていいでしょうね。そうですか。はい。Here at the Las Vegas Hilton of 1 minute 57 seconds in round number 3. Our referee in charge, Mills Lane, stops the contest. The winner by way of technical knockout, still undefeated, and still the IBF bantamweight champion of the world, the Cincinnati Kid, Tim Austin. 2度目の防衛に成功です。ティム・オースティン。